どうも、栃木県住みます芸人のベリー大坪です。今日はですね、栃木県のおすすめの道の駅ということで、こちら喜連川温泉のある道の駅喜連川に来ております。もうね、日本三大美肌の湯ということで、温泉がある道の駅ということで、他にもですね、食べ物だったり、あとはお野菜とかね、地元のものがとてもたくさんあり、そしてキャンプ場まであるというね、とてもいい道の駅ですので、今日はこちらを紹介したいと思います。それでは行ってきます。温泉を紹介してくれるということで、はい、お願いします、はい、よろしくお願いします。わー、でも本当に綺麗ですね、はい、そうですね。まずはこちらが内風呂、とても広々としています。そして源泉かけ流しの露天風呂、さらに水着を着用すればケアハウスも利用することが可能です。さらに嬉しいのは、こちらにはなんとサウナもあって利用することが可能なんです。でっかいですね。道の駅を利用したついでにサウナで整ってみてはいかがでしょうか。これお米、新米。そうなんですよね。これもあの玄米で30キロ分です。すごい。土地の規模ですね。これがですね。しまし。白いですね。白い、これ意外と味がラ・フランスに近いですね。あ、そうですね。あのちょっとイチゴの概念とは少し変わります。また違いますよね、はい、これね、僕も最近初めて食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しいですよね。大きいですよ。めっちゃ大きいですね。これは大きいですね。これで700円ですか。700円です。もう本当に贈答用ぐらいの大きさになります ね、 そうですね、これは立派ですね。でやっぱり糖度が高いですから、はい、これは切ると断面がハートなんですね。ハートが出ますね。バイル、はい、やっぱ今でも栃木県でやっぱり栃木県が栃木県ですね、押してますよね。一押しということで、はい、これ何ですか、これこれ、えすごい大根ですね。違法サイズですよ。こんなでかいのあるんですか。もっとさらにこれめっちゃでかい。重い。これで200円ですか。これ200円ですよ。ここ見てください、200円。えこれちょっと大根作るの大変。これすごいですね。大変だと思うんですよ。これで全部むしろちょっと小さい大根は、これでもだいぶ大きいですからね。しかもたって150円ですよ。こんな違いますからね。まあこれまた道の駅になるとなるほど。で、まあ、規格外ですね。規格外ですね。こういうのもあるのが道の駅の楽しさ。楽しいですね、これ。本当なんか絵本で出てくる。いや、キノコもすごいです。キノコもですか。これで250円。でかくないですか。大きいですよ。めっちゃでかくないですか。いや、もうなんか、あの普通サイズのと比べたいんですけど、ないんですよ、普通サイズのは。他も基本的に全部、あ、基本的にこれぐらいですよね、普通の。ちょっと分かりにくい。これはね、だから2倍ですよね、本当に。特にこのキノコ名人の山口さんのキノコ、はい、いや、私が心を込めて育てましたっていう。米すぎじゃないですか。かなり気持ち入ってます。かなり気持ち入ってますね。そうなんです、このサイズですからね。で、250円。あ、どっちが重いかですよね、あの大根と。いや、めっちゃ重いですよ。めっちゃ重い。でもこれで220円。これヒデさんがバーベキューソースを作ってるんですけど、この間やっぱたくさんの人買ってくれましたよね。はい、いや、すごいやっぱり売れてますね。あ、大坪さんの、はい、僕の方、はい、ありがとうございます。 GK の山キューさんとのコラボということで、またヒデさんに来てもらいたいですね。いいですね、ヒデさんに来てもらって、はい、達成感が、はい、うわあとやっぱり、あ、またこうなんか見渡しがいいですね。そうですね。
まあ、よく今、風が少ないんでいいですけどね、普段はすごいですね、あまり強い日は閉めてしまうんですけど、結構、栃木県内だと、はい、もう山に囲まれすぎる場所多いじゃないですか、はい、そうですね、本当にここはこう遠くに山が見えるという、ちょっと盆地になってるんですね、あ、そうなんですね、そうなんですよ、はい、よし、から一番向こうで、あ、そうじゃなくて、キャンプでやる場所が、まあ、遠く望みますね。週末になるとたくさんあるしかない。鳴らします。あ、じゃあちょっと、はい。めちゃくちゃいい音ですね、やっぱり。これリニューアルされて、はい、もう来場者数が500万に超えたってことですけど、はい、そうですね、はい、これ今後の目標とかってあるんですか？そうですね、まあ、500万人も一つの通過点ですから、はい、まあ、600万人、700万人とですね、まあ、1000万人を目指してですね、はい、まあ、さらに続くと思いますけども、まあ、地域の地元の方はもちろんですけど、関東一円、いやむしろ日本全国からですね、はい、一度はこの喜連川の道の駅にですね、足を運んでいただけるようなお客様が一人でも多く来ていただきたいなというのがお願いです。そうですね、この道の駅はやっぱり自然がやっぱり、はい、あるっていうのは一番の売りかもしれません。皆さん、ぜひこちら道の駅喜連川、栃木県にお越しの際は寄ってみてください。いらしてください。ということで、道の駅喜連川からお送りしました。